マレーシア料理はマレーシアで食べられている郷土料理。主にマレー系、中国系、インド系などマレーシアの各民族それぞれに独自の料理があるが、多民族の食材や調理法から影響を受けて融合した料理も多く、マレーシアの多文化的要素の繁栄となっている。マレーシアの国民は60%弱を占めるマレー系、約30%を占める中国系、 約10%を占めるインド系と少数の原住民族と各国からの諸民族から構成されている。マレー系の多くはイスラム教徒であり、豚肉をはじめ、ハラールでない食材を食べず、酒を飲まない食のタブーがある。インド系は主に南インド出身のヒンドゥー教信者が多く、他にシーク教の信者などがあり、中国系は福建省、関東省、 海南省にルーツを持つ人が多く、仏教徒の中には牛肉を食べない人も少なくない。このように各民族が信じる宗教によって異なる食のタブーがあることから他民族から構成される会社の食堂や宴会の食材では鶏肉、魚介類、野菜などに限って出されることも多く、そういう料理を出すレストランもある。マレー系とインド系は 右手で直接食べる習慣があり、中国系は主に箸を使うが、各民族が共通する場では、ホークとスプーンで食べることが多い。また、調理する食材は同じでも、民族によって、あるいは地域によって、いなる調理法や調味料が用いられ、それにより異なる風味や盛り付けとなり、多様な料理となっている。ナシルマ、東アジア、南アジアの他の国でもそうであるように、 マレーシアにおいても多くの場合は、米が主食である。マレーシアでは、在来種の香り米や北の大米が食べられることが多い。上質のインドのバスマティは、長い粒状とかんばしく優雅な風味のため、ビリヤーニ料理で使用される。マレーシア人が新しい味覚を取り入れるのに従い、食卓には徐々に、日本の丹流米などの米も見られるようになっている。一般的な米料理には、 ココナッツミルク、ニンニク、ニオイタコの木で蒸して、独特の方向を与え、揚げた、片口イワシカのザコ、ピーナッツ、キュウリ、固茹でした卵及び辛いチリペーストであるサンバルと、共に盛り付けるナシルマックがあり、朝食の定番となっている。ママックによる、サンバルはやや辛い傾向があるが、ナシルマに,に添えるマレーの、サンバルはやや甘い傾向にある。しかしながら、多能なナシルマは、 様々な習慣で食べられるため、それは1日中どんな時間でも食べられる。よりしっかりとした食事では、ナシルマットともにカレー、鶏のフライ、または、ルンダンと呼ばれる牛肉の辛い煮込みを添えて食べる。トレンガーヌ州やクランタン州のような、マレーシア東海岸で売られているナシダガンは、朝食時にはよく、ナシルマットともに並べて売られているとはいえ、混同すべきでない料理である。 麺料理も、また一般的な食物である。小麦粉で作られるミー、細いミースは、揚げた、イーミン、ベーで作られる、ミーフン、クイキを、緑豆などで作るランカなど、麺類の種類は豊富で、味付けや調理法も様々である。ロティチャナイ、パイ風生地のロティパラタ、トサイ、イドリおよびプーリーなどのインド風のパンは、多くのマレーシア人によって、よく朝食として食べられている。 洋風のパンは、マレーシアの食卓にとって比較的新しいものであるが、辛い味付けの雑魚を入れたパンや匂いたこの木の風味をつけたパンなど、マレーシア独特のパンもよく食べられている。また、食パンにかやと呼ばれるココナッツと、卵から作る甘いペーストを塗って食べることも一般的である。さて鶏肉は、一般に地元の農場から供給され、安価な食肉となっている。 農場は家族経営だったので鳥は必要に応じて新鮮な状態のまま町の伝統市場に回っしされる。売り主はわずかな料金のためでも鳥を脱浮器に入れる。脱浮器は盛んに羽を除去しながらかき回す。大きな湯の容器からなる。鳥の内臓を抜ききれいにする作業は家で行われる。今日このような伝統市場が未だに存在する一方で都市に住む 大多数のマレーシア人は企業による巨大な養鶏場で育てられた冷凍肉を購入している。マレーシア料理における特別な鶏肉料理のレシピはアヤムカンポンと呼ばれる。それらはカゴに入れられずに自由に走り回った放し飼いの鳥である。一般にこれらの鳥にはより高い栄養価があると考えられている。それらはより体脂肪が少ない分一般の鳥よりもしまっている。 一般にあやむカンポンは、ふかすかスープとして調理される。さては、マレーシアの代表的な料理の一つと考えられている。また、マレーシアにおいて、カモとアヒルは、ほとんど、中国系とプラナカン料理だけの、比較的狭い範囲でしか食べられていない。ヒンドゥー教や仏教のいくつかの教派など、一部の宗教では牛肉を食べることが禁じられているが、 それにもかかわらず牛肉はマレーシアの食卓にとって一般的である。カレー、煮込み、焼き物、または麺料理などで食べられる。マレー人はハラールの牛肉のみを食べる。辛く似たルンダンはマレーが起源の文化であることから、しばしば国民食、またはマレーシアの国会産と呼ばれる。豚肉は中国系やインド系、イバン族、カダザン族、 オランアスリのような先住民族などのヒースラームの民族によって大部分が消費されている。マレー人は定義上ムスリムであることからイスラームが禁じる豚肉を食べないが他の民族に豚肉の生産や消費に禁止を強いるわけではない。一般に地元のスーパーマーケットやハイパーマーケットのハラール以外の食品売り場では豚肉の缶詰を販売しており、伝統市場、 スーパーマーケット、ハイパーマーケットで新鮮な豚肉を買うことができる。洋肉もまたマレーシア料理の一部である。一般にはむしろ羊より山洋肉を食べる。スープ、カレー、または煮込みなどの料理で使用される。それはインド系の料理で一般的な料理である。パンコール島の魚周囲を海に囲まれているマレーシアでは魚も食材として よく利用されている。カタクチイワシカのインドアイの小イワシ族を、主とするザコの実を塩漬けして干したイカンビリスは、最も身近な魚で、ナシルマのおかずやパンの具として日常的に食べられている。サバカのグルクマ、アイランドマケレル、サワラ類、アジカのムロアジ類、オニアジ、テルメアジなどは、いずれも揚げたり、焼いたり、カレーににしたりされる大衆的な魚である。 他にもハマギギ類、モンガラカワハギやオキハギ類、イトヨリダイ類、ニベ類、マエソ類、ヒメジ類は焼き魚、煮魚、魚肉練り製品などで食べられ、キントキダイ類、マナガツオやクロアジモドキは中華料理の蒸し魚、煮魚などにされる。これらはいずれも鮮魚として水揚げ地周辺や大都市で消費されるほか、一部は冷凍にもされている。地域別の特徴を見ると、 半島東海岸では大きい目の目味や黄色い線がある、細平味、サッパ類、カツオに似たスマも多い。東、マレーシアでは、サバカのグルクマ、ヒラソーダ、サッパ類、イトヨリダイ類、ハタ類やローニガジ類のように、サラワクシュ特産の種もある。なお、サケマスやタラも、マレーシアの食卓でもよく見かけるが、冷凍で輸入されたものである。マレーシアで、 よく消費される。水産物は、ヤリイカ類やコウイカ類、クルマエビ類、カピという調味料を作るための網などの水揚げが多い。炭水産のオニテナガエビも、よく利用されるが、これはタイで養殖したものを輸入している。カニは海底に住む、ワタリガニ科の網目の小切りガザミや台湾ガザミが多い。シャコ類は主に半島西海岸で食べられる。ハイガイ類も、 面類の具などに日常的によく用いられている。これらの水産物はマレーシアで民族を問わずに食べられており、他国でハラールではないと考えられている陸に上がれるかにもハラールと考えている。ただ、高価なので日常的ではなく、たまに食べる高級食材と扱われる。他に、サラワク州ではビゼンクラゲの漁も行われているが、主に中華料理用である。マレーシアには、 四季がないため、野菜は通常一年中生産される。雨季にはたまに野菜の生産量が低下するが、全体的に生産が止まることはない。したがって野菜は年間購入できるが、ある時期に限りわずかに高値となる。多用されるものとして、洋菜、白菜、レタス、人参、玉ねぎ、ピーマン、きゅうり、もやしなどがあり、日本で馴染みの低いものとして、 バナナの花などがある。薬味となるコリアンダーは生で多用される。マレーシアの気候は果実を一年中栽培するのに適している。マレーシアはほとんどの熱帯果実を栽培するか、近隣国から輸入している。暑い気候に寒食、デザートとして適していること。また、マレーシア人は平均して野菜の摂取量が少ないため、一般に果実の需要はかなり高い。 露天などで食べ切りできる少量のカットフルーツを竹串と共にビニール袋に入れ販売しているのも多く見られる。そのまま食するほか甘味を味の梅干しの粉末をかけたり甘辛い唐辛子のソースをかける食べ方もある。いくつかの有名な果実はなどた民族国家であるマレーシアではエスニックグループごとに独自の文化を維持しており、 料理においてもそれぞれが互いに影響し合いながらも別々の発展を遂げている。ニョニャ料理、クリスタン料理のように、それぞれが融合した料理も生まれているが、すべてが融合された料理の出現とはなっていない。マレー料理はインドネシア料理、特にスマトラ地方の伝統的なもののいくつかと類似性を持っている。また歴史的に中国、インド、 タイなど他の多くの文化からの影響を受け、それらとも異なる自身の料理を生み出した。マレー料理の多くはルンパを味付けの中心とする。ルンパはスパイスやハーブをすりつぶしてスパイスペーストを作り油で炒めて香りを引き出す。カンクンブラチャンクトゥパットラム肉のルンダンインド系、マレーシア人は南インドを中心としたインドに起源を持っている。食事前に手を洗い。 右手を使って食事をする。マレーシアのカレーは多くのスパイス、ココナッツミルク、そしてカリーリーフが使用される。チキンカリー、フィッシュカリー、およびイカカリーなどは最も一般的である。バナナリーフライスチャパティプラナカン風のフィッシュヘッドカリー、イドリママ料理は明らかなマレーシア風の料理として発達した。全国至るところで食べられ、 特に様々な食物を用意しているママ料理の売店やレストランが返在しており、一日二十四時間開いているアウトレットもあるなど、地元では一般的である。それらは手早く経済的で、会合や経飲食にとって最適の場所である。インド式ムスリム料理専門のビュッフェ方式の簡易食堂は、ナシカンダールと呼ばれ、白米かブリアニ米とともに鶏肉、 魚、牛肉、または洋肉などのカレー料理と一般に野菜の漬物とパパダムが付く。中華系マレーシア人の料理は本土の中国料理から派生しているが、地元の食材や多文化の料理から影響を及ぼされているにもかかわらず、明瞭に中国料理として残っている。中華系住民は一般的に豚肉を食するが、ホテルの中華料理屋や、 フードコートの中華料理の中には、マレー人にも食べられる、ハラール中華料理もある。その場合は、豚肉の代わりに、軽肉などを使用している。最重面上等不にょにゃ料理は、マレーシアとシンガポールのにょにゃ、にょにゃ、娘弱海峡中国人やプラノンの人々の手によって発展してきた。主に、中国料理の食材を用いるが、ココナッツミルク、 レモングラス、ウコン、パンダナスの葉、唐辛子、サンバルなどの東南のアジアのスパイスをブレンドする。それは中国料理とマレー料理の混合であるとみなすことができる。アチャー・アサムラ・クサマラッカは16世紀初頭にポルトガル人が支配を始め、マラッカ海峡を通る船から通行量を取ることで繁栄したが、後にオランダ人の支配を受けるようになって迫害を逃れるために、 ポルトガル人と呼ぶことを止め、クリスチャンを意味する、クリスタン人と名乗るようになった。ポルトガル人、クリスタン人は、マレー人やニョニャと結婚し、ポルトガル料理とマレー料理、ニョニャ料理の融合した料理を生み出した。ポルトガル風のシチュー料理やケーキ作りの手法、玉ねぎの使用やマリネの手法を持ち込み、タマリンド、ココナッツ、ガランガル、ブラちゃん、醤油など、地元の調味料を使用して、 これまでになかった風味を持つ料理を生み出したことに特徴がある。現在もクリスタン人の間には次のような代表的な料理が伝えられている。チェンドルマレーシアのデザートは傾向としてココナッツミルクを多く使用する。様々なトロピカルフルーツがマレーシアにおけるデザートとして提供されている。おそらく最も有名なのはドリアンである。他にはマレーシア産のマンゴー、パイナップル、 スイカ、ジャックフルーツ、パパイヤ、ランサト、ランブータン、ゴレンシ、バナナ、マンゴスチンなどがある。ウィキメディアコモンズには、マレーシア料理に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。